まず十折りを作りましょう。印を入れながら十折りをしていきます。慣れてきたら折り目のところに合わせながら折りましょう。一つ作ってこれを型紙にするとたくさん作ることができます。たくさんの十折りができたらいろいろな切り方に挑戦してみてください。まずは桜の花形です。飾りも入れてみましょう。切り取りたいところに大まかに線を入れます。この線を切り落としていきます。線を切り落としたら、今度はさらに細かく切り込みを入れていきます。細かく切った時は破れやすいので、折り目を一つずつ伸ばしながら開いてください。今度は星型を飾り切りにしてみます。同じように切り取りたいところに線を入れたら、線を切り落としていきます。そしてさらに細かく切り込みを入れていきます。開くとこんな飾り切りの星型ができました。慣れてきたら線を描かずに思いのままに切ってみましょう。同じ十折りでも切り方を変えると違った形ができます。これは全部十折りから作った形です。皆さんもいろいろな形を切り取って楽しんでみてください。